よし、できたっと。この辻に妖怪が現れるのか。私の一手が正しければですが。正しいに決まってるだろう。俺はサイを信じる。光る。しかしサイ殿の手が正しくとも、現れた妖怪を倒せなかったら意味がない。この絵、妖怪が出たらこれを使え。何これ、刀？あやかしを彫刻できる御神刀だ。つまりこれを使えば俺でも妖怪を退治できるってわけだな。正直言って君では不安だが、高ケビー氏の数が少なくては仕方がない。昨日の失敗のせいでケビー氏の多くがザマ様側の示した場所へ行ってしまったからな。妖怪を倒すのは無理でも疲れさせてくれ。そうすればあとは僕が術で封印する。言ってくれるよな。俺だって剣の腕にはちょいと自信あるんだぜ。妖怪なんか。こいつが妖怪か。待ち伏せか、人間め。味な真似をするもんだな。だがこの程度の人数では封じられてはやれん。やれんな。さて今日も存分に暴れさせてもらうか。そうはさせるか。妖怪を探し出すのはサイの役目、妖怪と戦うのは俺の役目だ。ヒカル、油断は禁物ですよ。この絵、自信があるという君の剣の腕、見せてもらうよ。なあ、しっかり見てるよ。こんな妖怪なんか一撃だ。身の程知らずな坊主だ。叩きのめしてやるわ。
なかなかやりやがる。あんな御神刀を持っているとは油断した。よし、だいぶ弱ってきたな。とどめだ、この絵。僕が妖怪を封じる。頼むぞ、カモ。これで決める。いや、やりましたね、ヒカル。へへ、ざっとこんなもんだ。妖怪なんて言っても大したことないな。それにしては随分手こずっていたようだけど。うるせえな、倒せたんだからいいじゃないか。これでもう都が荒らされることはないんだろ。バカな、あの程度の妖怪一匹に都がこんなにも荒らされるものか。ではそう、あのカッパは単なる使い魔。真の敵が都という碁盤に打った碁石の一つに過ぎない。じゃあまだまだ終わらないってことか。どうすりゃいいんだよ。使い魔の全てを倒すしかない。碁石がなくなれば敵も自ら出てこざるを得ないからな。気の遠くなる話だな。おじけづいたか。ますますやる気が出てきたぜ。そういうわけでサイドに当分は代理へ通ってもらうことになりそうですね。はい、私もあの打ち手ともっと打ちたいのです。私が感じた通り、あの相手となら神の一手に近づけるかもしれない。期待していますよ、サイドに。今夜もあの相手と打てるかと思うと興奮して夜も眠れず。おいおい、しっかりしてくれよ。今日から代理に出入りするんだぜ。代理ですか。碁が打てるとはいえ、私一人であの場所へ出入りしなければならないのはいささか気がめいりますね。じゃないぞ。今日の平和を守る人間には町であろうと代理であろうと警護役が必要だってさ。では、ああ、俺も一緒に出入り自由だ。なんと、それは心強いことです。よろしく頼みましたよ、ヒカル。任せとけって。それじゃあ早速行ってみようぜ。
こんな朝からですか。次の一手は夜までに打てば。いいじゃん、自由に出入りしても平気なんだから。いろいろ見て回ろうぜ。行きたがってるのは光ですか。いいですよ、行きましょう。この辺りが大代理か。貴族の人たちが仕事するところだよな。ええ、そうですよ。ああ、いたいた。探してたんだ。うわ、貴族の人だ。今度、代理に出入りを許されたのは、お前たちか？はい、藤原の斎と申します。俺はこの絵の光です。いいって、いいって、堅苦しいのはさ。俺は和泉の信介、彼は和屋の助秀、よろしく。囲碁の上手い奴が今度新しく出入りを許されたってのを聞いてさ。実は俺たちも囲碁やってんだ。よかったら今度対局してくれよ。仕事のない時間でいいからさ。はい、機会があればいつでも。やり！ありがとうございます。妖怪退治やらでお忙しいところすみません。妖怪退治も大切ですが、それ以上に私は多くの人と碁を打ちたいのです。私の方こそお願いします。誰とも貴族なのに随分と腰が低いな。貴族といっても上から下までいろいろあるんだよ。はあ、俺にはあんまり違いがわからないけど。では、俺たちはこれで失礼します。わや。はーい。じゃあな、サイドの。この絵だったか？そうだよ、この絵の光だ。ちゃんと覚えてくれよな。気にしない気にしない。じゃあな、この絵また今度。それでは失礼。おう、じゃあな。貴族の割には気のいい連中だったな。ご仲間が増えるのはいいことです。今度ヒカルも対局したらどうですか。俺、そこまでまだ打てねえよ。昨日の子供にも結局負けたし。大丈夫です。私が教えますから。ヒカルには才能があります。きっと上手くなりますよ。そうかな。そうですよ。これは藤原の紅葉様。今日から代理に出入りを許されたのだったな。
どうだ代理の感想は。広くて迷っちゃいそうです。ああ紹介しておこう。尾形君、彼らは例の5番の指し手をしてもらっている。存じております。私は尾形の道政、光陽様にお世話になっている。まあ要するに光陽派閥の光。ハハハサイドの近衛君、これからもよろしくお願いする。私が不在の時に何かあったら彼を頼ってほしい。はい、よろしくお願いします。では我々は帝に越を賜っているので、これで失礼するよ。藤原様に会うとは思わなかったな。ええ。あ、なんだかサイ元気ないな。もしかして藤原様に会いたくなかったのかな。カルー、向こうの女房殿が手を振っていらっしゃいますよ。お知り合いですか。あれは明かりじゃねえか。ヒカル、代理への出入りを許されたんだって。ああ、サイ、こいつは明かり、俺の幼馴染だ。見ての通り、今はこうして女房勤めしてる。ああ、代理で働く女官の方なんですね。あなたが噂の藤原の妻様ですか。はじめまして、よろしくお願いします、明かりの君。ねえ、私も紹介してくれない。ナスの君、私の友達です。こちらも初めまして、藤原のサイと申します。初めまして、私も囲碁やるんです。今度手合わせしてください。ええ、こちらこそお願いいたします。あれ、向こうで明かりたちのこと呼んでるんじゃないか。ああ、ほんとだ。ごめん、また今度ね。ああ、またな。あかりも代理に出入りしてたんだったな。だけどあそこで出くわすとは。誰がサイの指導を受けるんだろう。僕だよ、近衛君。サイ殿、どうぞよろしくお願いいたします。あの、筒井さん、何もサイにそんなにへりくだらなくても、普段通りに接したら。何を言うんだ近衛君。教えを請うのならば、死には敬意を払わなくっちゃ。その死であるところの才が困って
ってるんだってば、ツツイさん。あれ、そうなんですか、サイドの。ええ、まあ、できれば。それでは早速、囲碁の指導を始めましょうか。よろしくお願いします。じゃあまずはこう。手が書いてあったな。Thank you.
談した？負けた。残念でしたね、ヒカル。ご指導ありがとうございました。再度の、それではこちらの品を。一日も早く京の都から妖怪を追い出してください。応援しています。